インパクトから手元が離れないように、うん、体の近く通せ、うん、こうなるべくグリップエンドをお腹周りの近く通そうとしてるんですけど、うん、それは今の言葉を聞くと、まあ、明らかにダウンスイングで遠いところから来るからアウトかもだよね。だってバックスイングをしてダウンスイングが入ってきたらここに下ろすんだよ。ね、だからそれをみんなが忘れちゃうので、こう上げたらみんなここに来るわけよ。そうじゃなくて、こう上げたらここへ、右のくるぶしのところにこうやって下ろしてくる、下ろしてきながら回転をしてるから手元が離れようがないじゃない。基本は必ずこう上げた、この胸がこうやって回転をした状態で下に降りながら回転をしてて、シャドウに入りながら当たって同じように抜けてってクラブが上に上がってくるっていう風な。